ジョン・ヘッテンズ・ジャック・キングストンは、アメリカ合衆国の政治家、政治評論家、ジョージア州第1区連邦会議員であった。共和党所属であり、2002年から2006年の間に共和党の会員委員会副委員長を務めた。2014年に連邦上院の候補となったが、落選した。スクワイア・パットン・ボックスで政策コンサルタントを務め、2015年より、 ジョージア州共和党財団会長に就任した。2016年アメリカ合衆国大統領選挙での大統領予備選挙でテッド・クルーズを支援したが、その後ドナルド・トランプのシニアアドバイザーと報道官を務めた。2017年より CNN で政治評論家として活動している。1955年4月24日にテキサス州ブライアンに誕生する。父に ニューヨーク出身の大学教授、母はロサンゼルスの出身である。子供時代にエチオピアに一度滞在し、ジョージア州は先ズに育った。1978年にジョージア大学を卒業した。1977年からサバンナ市で保険営業や農産営業で働き、1982年から政治家として活動した。1984年の選挙に、 民主党候補者のボビー・フィリップスに当選した。その後、1986年、1988年、1990年の選挙において無競争で再選した。1992年に民主党保守派のリンド政、トーマスル議員が引退を発表し、キングストーンが公認の選挙に出馬した。投票の58%でキングストンが当選し、この選挙区では、 デコンストラクション時代以降初めての共和党議員となった。キングストンはその後10回再選され、1998年及び2004年の選挙には無競争となった。マキシ島カレン衆議院議員はワシントン滞在中の2001年にキングストンの議員事務所で研修した。サクスビーチャンブリス上院議員が引退を発表した後、キングストンが2013年5月に 上院選挙の立候補を発表した。しかし、2013年7月22日の共和党を呼び、選挙決戦投票で49%しか得られず、落選した。ありがとうございます。